こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、逃げればアプリ2019やっていきたいなと思います。今日のウィールアプリあるあるはこちら、ペリーライコータさん。今週の FP かぶりはマジなえということで、もうなえるよこれね。僕どんだけなえたと思ってんのって感じじゃないですか。もうめちゃめちゃ悔しかったからね、あの FP ガチャ本赤の引きね。ただ今日リベンジのためにこの動画撮ってますので、ぜひリベンジ見ていただきたいなと思っております。はい、ということで選手のクイズもいきましょう。今日はこちら選手、はい、この選手はですね、意外と出してなかったですね。僕出したかなと思ってたんですけど、はい、この選手最近僕 FP で結構使ってたりしますね。高安高くて優秀なんですよね。はい、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、今日はですね、はい、無課金アカウントをやっていきたいなと思っております。で、無課金アカウント、ちょっと待ってね、コインだけ受け取らせて、結構コイン溜まってるはずなんだよね。OK、どう？おー、1000乗った、よかった、ギリギリね。はい、1000乗ったということで、はい、まあ、なんとかね、2018からの引き継ぎでやりくりしているんですが、はい、ちょっと今日は、やっぱこれ、年間 FP はやっぱ無課金だとしてもですね、ちょっとぶっ込みたいかなというところで、3回引いていきたいなと思います。ただちょっと僕、今回皆さんとかける思いが違うので、いや、見ました、あの悲惨な結果、本赤の。はい。まあ、あれちょっとね、ひどかったので、あのヒカックの悲劇を繰り返してはいけない。はい。やっぱ歴史から人は学ばなくちゃいけないので、ちょっと今回マジで当てに行きたいなと思っております。で、多分ね、誰が当たっても被りじゃなければ本当にね、いい選手たちなので、まあ、トレーナーとかも残してありますので、レベル上げまでやっていきたいなと思っております。はい。いや、ちょっと緊張してきて、やばいやばい、どうしようどうしよう。ちょっと待って、音量大丈夫だよね。今回ですね、無課金アカウントで僕がこの中で持ってるのは、メッシとファンダイク、この二人なんですよ。で、まあ、最悪ファンダイクは乗り換えというか、まあ、かぶってもいいんですけど、まあ、それよりは他の選手ですよね。で、特にやっぱロナウド、ムバッペ、欲を言えばこの2人が欲しいですね。はい、ということで、いいっすか、やっちゃっていい。はい、まあ、今回はね、本赤の方は3人かぶりだったんですけど、今回は2人かぶりなので、まあまあまあ、そんなかぶらないんじゃないかなとは思ってますね。では、行ってみますか。大丈夫だよね、録画 OK、録画 OK、音声 OK、大丈夫、確認しました、行きます。あれだね、なんだっけ、なんかさ、体育のプール、中学校とかの体育のプールの時間でさ、なんとか OK、なんとか OK みたいな、なかったっけ、キャップ OK、ゴーグル OK みたいな。はい、ということで、行ってみましょう。さあ、お願いします。さあ、入っていく。やばい。これはね、この瞬間を一番楽しみにしていたと言っても過言ではない。さあ、ということで行きましょう。ゴー！さあ、来た、オッケー、雷。さあ、ナイス。被るなよ。お願いだよ。行くぞ。この中で持ってるのは、メッシとファンダイク。まあまあまあ、そんな被らないんじゃないかなとは思ってますね。レッツゴー！ロナウド・ムバッペ、来い！ダー！被っていくー！待て。歴史は繰り返すとは言うけども、この歴史は繰り返しちゃいけない。ちょっと待って。やばいやばい、ちょっと待った。メッシいいけどね。嬉しいけども、でもそっか、どうだろうな。僕のね、確か無課金アカウント、あ、違う。メッシもう2人持ってるの。3人目のメッシだ、もう。はい、ちなみに、このメッシ、団子3兄弟みたいに、左、右、下、みたいな感じで、あっち向いてホイメッシ登場いたしました。はい、ということで、行くぞ。頼む、待って待って、本当に、頼む。雷な、じゃあ逆に、あれじゃない？雷鳴らない方が、まあいいんじゃないかな。まあ、ムバッペ、ロナウドは諦めることになるけど、雷鳴らなければ被らないこと確定だから、被らないこと確定演出って感じですよね。はい、ということで行きましょう。さあ、頼む、2回目。行くぞ！レッツゴー！オッケー！じゃあ、まあ1回、オッケーオッケーオッケー！行くぞ！お願いします！被らずに、レッツラーゴー！ドーン！ムバッペ！やったやったやった！いやーうおー、来たー、やった無課金でとうとう手に入れたムバッペ。よし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 、もう即レベル上げしよう、即レベマ、もうこれ確定。よし、ありがとうございます。嬉しすぎるムバッペ、嬉しいっぺー、ありがとうございます。さあ、ということで、まあ、最後ちょっともう3連続の被りはなくなったので、はい、ちょっと楽な気持ちで引いていきたいなと思います。さあ、行きましょう。ゴー！さあ、雷 OK。雷はね、もう雷鳴らすことはもう通過点ですから、もう雷鳴らすことは義務。この中で持ってるのは、メッシとファンダイク。まあまあまあ、そんな被らないんじゃないかなとは思ってますね。はい、行きましょう。ゴー！はい、ダイク！ちょっと待ってよね。このガチャ6回引いて5回被ってるやんね。ちょっとさ、マジどうなってるこれ。ムバッペ当たらなかったら本当にやばいことになってたよね、これ。マジか。いやー、これはやってるね。まあまあ、でも、ムバッペ当たったから良かったと言いたいところかな。まあ、やっぱポジティブに考えること大事ですからね。はい、ありがとうございます。かぶりましたけど、良かったかなと思います。さあ、ちょっとじゃあムバッペ育成していきましょうか。まあ、このためにね、取っておいたと言っても過言ではないですからね。さあ、入れましょう。入れちゃおう、入れちゃおう。たくさん入れちゃうね、ムバッペ。
くさん入れていきます。もうこのくらい入れちゃっていいんじゃないかな。もう適当入れちゃおう、入れちゃおう。さあ1レベからどこまでいくのか。さあムバッペ計算ミスしていくということで、はい、ムバッペ65いただきました。よし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 、まあいいや。もうね、このね、ムバッペ当たった高揚感で言うのであれば、ちょっとのトレーナーぐらい、まあいいかなって感じになっちゃいますよね。じゃあちょっと早速ね、ムバッペ使っていきたいなと思います。見て、ムバッペ101、ちょっとやばくない？ムバッペ101を見て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 。101ってこの数字がずっと見たかった。はい、ということで、これでですね、ちょっと試合行ってみたいと思います。さあ、ということでやっていきたいなと思います。さあ、ムバッペは？おお、ムバッペやっぱ好調ね。やっぱしっかり答えてくれますね。はい、ということで。まあ調子は全体的にまあ不調多めですけど、まあこれで普通に行ってみたいと思います。さあ、お相手さんは、おお、ケインがトップで、まあ普通にいいメンツですね。そしてグエンドゥージ黒いいな。グエンドゥージの黒もいいよね。はい、ということで行ってみたいと思います。さあ、キリアン・ムバッペ、しっかり決めていこう。目標はムバッペ3得点、行ってみたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。さあ、ムバッペいるね。さあ、ムバッペのちょっとスピード体感していきたいところではあるね。さあ、ムバッペ、いいね。早い早い早い。え、もう、だってこの操作でわかるもん。早いもん、もう。ムバッペ使うのが早いです。ハリケーンゴリ押してくる。嘘、うお、ハリケーン。さあ、ネドベド。さあ、ムバッペいいぞ、来るのか。おお、繊細なタッチ、繊細なタッチからのシュート。はい、まあまあまあ、今のはね、あのウォーミングアップ、ウォーミングアップ。こっからよ、ムバッペの本当の怖いところは。逆にやられていく。やばい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 。こんなつもりじゃなかった。ケイン対ムバッペの構図。あれ、ムバッペのいいところを見せる回のはずが、まさかのまさかのケインにいいところを見せられていくと。さあ、ムバッペが決めていく。オッケー、やっぱムバッペナイス。やっぱムバッペ、別にムバッペ要素今あんまなかったけど、はい、ムバッペとりあえず1得点。オッケーオッケー、決めていこう。いいぞ、トレイラー。さあ、ジェズス。さあ、ここケシエがちょっと貯めましょうか。貯めて、ここのムバッペに出す。さあ、ムバッペ早いよ。大丈夫大丈夫、止められる、止められる。ここはい、止められていくと、メルテンスに止められていくっていうね。さあ、当番。さあ、当番から、さあ、ケインに出るが、ここはラングレー、ナイスカット。さあ、トレイラー。さあ、ナイス、オッケー、おー、うまい。さあ、ナイス、ここのかわし、ここのかわし、ここのかわし、オッケー。どうどうどう、ムバッペが受ける。ムバッペドリブルで上がる、受けた、これシュート。ムバッペ今スルスルっと抜けていったよね。これがムバッペよ、ムバッペ。これがムバッペ、素晴らしい。もうあのね、間縫い目を縫うようなね、家庭科の授業のようなこのシュート、いや素晴らしい、ナイスですね。さあ、ムバッペしっかり2得点。あれ、これちょっと目標のハットトリックいけちゃうんじゃないかな。さあ、ジェズス、オッケー、ケシエ、もう一回ジェズス。さあ、溜め作ってムーバッペーで、ムーバッペー、オッケー。さあ、ムーバッペ打てば入る、ムーバッペ打てば入るもん。どういうこと、ムーバッペ、おかしい。ナイス、ムーバッペの決定力、しっかり目標の3得点していったからね、もう。さあ、ということで、ちょっとムバッペもう一試合やっていこう。さあ、ムバッペもう一試合やっていきたいところ。はい、じゃあ、これでいきたいと思います。さあ、お相手さんは、うーわ、サラー。やばい。サラー対ムバッペの構図来るね。さあ、ということで、やっていきましょう。さあ、ムバッペのね、力見せていこう、今回も。マジでムバッペやばいからな、本当に。ちょっとマジで使いやすいよな、ムバッペ、本当。ビビるレベル。さあ、ケシエ落ち着いて。さあ、ムバッペに落として。さあ、ムバッペ、オッケー、しっかり決めていく。ムバッペ強えな、ナイスゴーちょっとやばいね、ほんとムバッペ使いやすさ is number one な気がしますね。はい、さあ、ディアスから、この抜け出し、ムバッペ、オッケー。さあ、いけるか、追いつける、オフサイドじゃないよね、オッケー、オッケー、このシュート、いや、抜け出しもうまかったしね。まあ、今のはラッキーな抜け出しではありましたけど、まあ、ああいうところもしっかり決められると、なんだろうね、この武器、最強の武器手に入れちゃったみたいな感じがしますよね。なんか、なんだろうな、なんかいい例えないかな、わかんないけど、ドラクエとかでこれ手に入れたら絶対勝てますみたいな武器、そんな気がする。さあ、ティアニー。さあ、ここも抜け出してんだよね、ムバッペがね、ほら。で、中に入れて、このパスもできた、入れて、このパスもできた、入れて、このパスもできた。で、ジェズス、うまっ、うまっ、ジェズス、うまっ。ムバッペのパスもうまかったけど、ジェズスうま、あの角度決められんのか、決められないと思ったけど、はい、ということで、対戦相手を通称待ってますということで、切断になりましたので、あ、なってなかった、切断なってなかった、マジか、完全、ああ、なってた、なってたか。はい、ということで、まあ、いろいろ良かったんじゃないかな、動画的にもかなり得点も取れましたし、良かったんじゃないかなと思います。ではですね、今回の動画は以上で終わっていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。